よ。麦わらに飛ばされ、目覚めた場所は見知らぬ地。俺様は木を食べ、岩を食べ、一人になっても余裕だった。ランプを食し、ベンチを食し、町はいつでも俺様のおやつだった。当然だ。俺様は王様だから。なのに、海軍は俺様を逮捕した。海兵振り切り、涙の大脱走。逃げたはいいが思い知らされた。俺様はもう王様じゃないとな。マッチを一ついかばかな。マッチ売りをし、橋の下に住み、バクバクファクトリーでゴミで遊んだ。そんな俺様のおもちゃが子供の心をつかんだ。そのおもちゃで日銭を稼ぎ、ワポル玩具店を開業。店はたちまち大繁盛。町の科学者が秘密を暴き、それが信号機ワポメダル。客足増大、店舗拡大、トイショップワポール絶好調。業績好調、利益上昇、バクバクファクトリー絶好調。窮地の底から成り上がり、ワポル財閥総裁着任。ミスユニバースと結ばれて幸せ街道まっしぐら。ワパル印は世界に届き、俺様は悪の権力のトップに返り咲いた。まあ何度か。